現在、本国アメリカでは物語6巻、遊びへ本4巻が出ており、内物語はすべて、アカネ房から日本語訳が出ている。小学生の女の子、フラニー・ケイシュタインは、フランケンシュタイン博士を尊敬する、マッドサイエンティストであり、怪物を作り出したり、新しい機械を発明したりするのが大好きである。しかしその発明により、たびたび事件が起きる。 フラニーは父、母、弟と暮らしているが、家族は至って普通で、フラニーの趣味や能力を今一つ理解していない。飼い犬のイゴールが助手として、実験を手伝うが、失敗ばかりで帰って問題を起こしてしまう。第一巻。転校してきたフラニーは、他の子と仲良くなろうとするが、普通の子供たちの中では、凝立症で内臓好きのマッドサイエンティストは浮いてしまう。 先生のアドバイスで、今時の可愛い女の子になる実験をしたところ、うまくいくが、そこに怪物が現れる。現代のランチウォークス・アマングアスは、1956年の映画、ザ・クリーチャー・ウォークス・アマングアスのもじり。第2巻。先生から、バレンタインデーには、キューピッドやハートの絵を描いたカードを送ると、教えられるが、フラニーはその趣味を理解できない。一方、 母親が飼い与えた犬のイゴールは失敗ばかりでフラニーに手伝いを禁止される。しかしキューピッドの絵がフラニーの発明品により巨大なキューピッドとして現実化してしまう。現代のアタックオブザ50フォリンとキューピッドは1958年の映画アタックオブザ50フットウーマンのもじり第3巻学校で趣味の発表があるがフラニーは 他の生徒の凡庸な趣味を理解できない。フラニーは実験の面白さを力説するが、理解されない。そこでフラニーは、透明になり、他の生徒の耳元で、実験の面白さを囁いて、フラニーが制作中のロボットを作らせようとする。現代のザ・インビジブル・フランは、1933年の映画、ザ・インビジブル・マンの文字入り。第4巻。 フラニーは実験で学校から表彰された時、秘密にしていた、ミドルネームが可愛い名であることが知られ、皆に笑われてしまう。そこで、タイムマシンで過去に行き、生まれたばかりの自分のミドルネームを、虚栄に変える。現代に帰還する前に未来に立ち寄ると、一層ひどく、笑われて、悪の道に進んだ10代のフラニーが、地球を怪物で埋め尽くそうとしていた。 現代のザ・フラン・ザット・タイム・フォガットは、1975年の映画、ザ・ラント・ザット・タイム・フォガットの文字リ第5巻。フラニーは発明品が悪者に奪われて、地球征服に使われるのを恐れ、発明品を地球の半分もろとも破壊する、最終爆弾を作るが、助手の飼い犬、イゴールがそれを間違って食べてしまう。フラニーは小さくなって、イゴールの胃の中に飛び込む。 現代のフランタスティック・ボエッジは、1966年の映画、ファンタスティック・ボエッジのもじり。フラニーのお母さんは、今時の教育熱心な母親で、フラニーに多くの習い事をさせている。そこでフラニーは、ロボット・フラニーを3台作り、代わりに習い事をさせるが、フラニー以上に完璧主義のロボット・フラニーたちはやがて、邪魔者を排除しようとし出す。 現代のザ・フラン・ウィズ・フォー・ブレインズは、1983年の映画、ザ・マン・ウィズ・ツー・ブレインズのもじり。遊び絵本は、すべて、ミヤク。ありがとうございます。